第1試合、驚異の新人キリト選手の登場です。みんな盛大な拍手を。頑張れよ新人。常連選手に当たっちまって残念だったな。彼は大戸で剣士を転職としており、修剣学院にも在籍していたという情報がありますが、どうでしょう解説のソルティリーナさん。私のマナ弟子だ。とても複雑な事情を抱え学院中退者となったが、腕は立つぞ。先輩が解説。なんと優勝実績もあるソルティリーナさんの教え子だった模様です。奮闘が期待できますね。キリトのことならよく知っている。技はもちろん、在学中の恥ずかしい逸話なども面白おかしく語ってやろう。やめてください。キリトが何か言っているようだが全く聞こえない。絶対に聞こえてますよね。投げなくていいから。相手に攻撃せず危険を促したように見えました。その姿はまさしく騎士。キリト選手、素晴らしい騎士の精神だ。お兄ちゃん、可愛い女の子にはそんな感じなんだね。アスナさんに言ってやろ。待て、いや待ってください。すぐ、いやすぐはさん、あなたはとんでもない勘違いをしていますよ。
解説のソルティーナさん。キリトが大技をかわしたあの回避技は、中堅学院時代に誤って女子更衣室の扉を開けてしまったとき編み出した。その逸話は門外不出でお願いします。キリト君不潔。タオルで首を絞めないでくれ。なんと観客席からの遠距離攻撃だ。情報によるとこの選手ムツゴらしいですね。キリト選手6対1の窮地に追い込まれました。今年も反則者が出てしまったか。え、観客席から新星術が飛んでくるけど審判止めないの。喧嘩祭だからありだ。反則負けにしろよ。選手勝利のはずですが、審判に不満を持った相手陣営が乱入を始めましたよ。今年も怒ってしまったか。え大勢襲いかかってくるけど審判止めないの。喧嘩祭だからありだ。その一言で済ませるのやめてくれますか。安心してキリト君、絶好の瞬間にタオル投げるから。投げるなって。
とか倒した。結構むちゃくちゃなお祭りだね。私楽しくなってきた。俺は楽しくない。の試合でしたが、キリト選手の勝利で幕を閉じました。どうですか、臨時解説のリズベットさん。ちょっとキリト、あんたカッコつけてるでしょ。リズ、切っ先を女の子の喉に突きつけて、何が負けを認めてくれないかよ。カッコつけすぎ、そういう無自覚だってのよ。夫婦喧嘩はよそでやれ。え、今言ったやつ誰よ。喧嘩祭だしちょうどいいわ。その喧嘩買ってあげる。いいぞ、やれやれ。二人の関係が伺い知れるとても自由な解説、どうもありがとうございました。解説がリーナ先輩じゃない？どうしたんだろう。待たせたな、キリト。リーナ先輩、改造人をやってくれるんですか？いや、お前の試合相手は私だ。いや、先輩は解説役をやっていて、試合に出ていなかったじゃないですか。私はこの祭りの常連で、6連覇の実績があることから、特別優待枠として好きな試合から参加できる。そんな無茶苦茶な。喧嘩祭だからありですか。納得しかねますけど、よく考えたら面白そうだ。俺の全力、その身で味わってください。師匠相手に強気だな。いつまでも弟子扱いはさせませんよ。Yeah!
決まった。凄まじい接戦を制したのはキリト選手でした。先輩、最後の一撃、威力がガタ落ちでしたね。まさか手加減そのような真似をするものか。ためらいが刃に乗っただけだ。先輩が、弟子が私の教えを守り、ここまで頼もしく成長してくれた。そう思ったら目頭が熱くなり、次の手をためらって剣気が抜けてしまった。ドン。先輩、ありがとう。キリト、今年は最高の喧嘩祭になった。俺も出場してよかったです。おいおい、泣くんじゃない。キリト、私まで、もう私まで泣いてしまったではないか。聴衆に無様な涙は見せられない。敗者は去るとするか。勝ち残りよ。優勝でなければ素振りからやり直しだからな。はい、きっと勝ちます。それではまず大会主催者のベリック様より挨拶です。今年も多くの武器が美しい赤色に染まり、わしは大満足だ。しかし盛り上がるのはやはりここから。決勝戦こそ聖なる喧嘩祭の目玉と言える。大観衆を満足させる戦いをしてみせよう。うわ、頼むぞ。期待してるぜ。ベリック様、ありがとうございました。それでは決勝戦を開始したいと思います。お待たせしました。頂上決戦に挑む新たな挑戦者、キリト選手の入場です。盛大な拍手を。キリト、キリト、キリト。キャー、キリト様かっこいい。俺ヒーローみたいになってる。美人の声援があるからって鼻の下伸ばしちゃって、アスナさんに言いつけようかな。そこのセコンドさん、試合前に不安を植え付けるのやめてもらえます。さて、今年もやはり勝ち上がりました。去年一撃でソルティリーナ選手を沈めた想像を絶する剛腕の持ち主です。リーナ先輩を一撃、どんな怪物なんだ。さあ、魔王君臨の時間だ。ひざまずけ大衆ども。そう言わんばかりの貫禄を引っ提げて、前年度優勝者ウォーレク選手の入場です。
気をつけろ。彼は魔素を手に入れているのだ。魔素？その名は花月。昨年遺跡の地下深くで発見された一品で、触れればたやすく物を断つ瞑想ではあるが、いつの間にか持ち主を狂気に陥らせてしまう魔装でもある。なんでそんな危ないものを商品にしたんだよ。喜ぶと思って、現に彼は喜んで持ち帰ったし。体が変化した。人じゃなくなった。どういうことですか？わしに聞かないでくれ。おそらくだが、あれは魔装じゃなくて、使用者のリソースを糧に肉体が滅ぶまで食らい尽くす魔獣。いや、持ち主を変化させるなんて力が強すぎる。神獣、もしくはそれに近い存在なのか。おお、恐ろしい。どうしてあんなものが世に出てしまったんだ。おじさん、風穴開けられたくなかったらちょっと黙ってて。みんなを避難させろ。さあ、みんな試合場から出て。殺せ、すべてよ。なんなのよあいつ。私たちも加勢するわ。いや、喧嘩祭の優勝が決まる一戦なんだ。俺一人でやらせてくれ。何言ってるのよキリト君。そうですよキリトさん、こうなったらもう関係ないわよ。ここはタオルを投げる時だよね。にルールが気になるなら。わかった、乱入を認める。だからそんな怖い目でこちらを睨まないでくれ。だそうよ、許可は出たわ。みんなの気持ちは嬉しいよ。だけど俺はリーナ先輩を倒してここにいる。先輩やみんなから託された思いは、あんな魔装なんかに絶対に負けない。キリト、分かったわキリト君。その代わりキリト君が危なくなったらみんなで助けに行くからね。ボコボコにしてやるんだから。みんなありがとう。こんなに心強い応援はないよ。きっと鉄樹開花の槍もキリトの思いに応えてくれるよ。ああ、ヘイレシ君、俺の戦いを見ていてくれ。決着をつけるか。